特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、マリサだぜ。今回は仮面ライダー残月のパワーアップ形態についての動画となります。あれ、外務専用のパワーアップ形態ってやったっけ？いいえ、やっていませんが、本編でも外務より先に残月がパワーアップしたので。いやなんでもともと最強クラスだったタカトラが最初にパワーアップするんだぜ。それは放映当時から散々言われていましたね。みんな考えることは一緒だったか。さて、そんな残月のパワーアップ形態は、こちらのゲネシスドライバーとメロンエナジーロックシードを用いて変身する。ロックオン、ソーダー、メロンエナジーアームズ。でおなじみのアーマードライダー残月、シンです。ベルトとロックシードが新しくなったぜ。はい、こちらのゲネシスドライバーはユグドラシルの戦国妖魔が設計開発した次世代型のベルトになります。アーマードライダーたちを利用したドライバーの運用試験により十分なデータが得られたことで、従来のドライバーをはるかに上回る性能を獲得するに至りました。モルモットとして散々利用されてたからな。さらにロックシードもエナジーロックシードへと進化しており、ランクはすべて S ランクとなっています。一段階上のロックシードになったのか。ちなみに戦国ドライバーでは次世代型のエナジーロックシードを使用することはできないため、万一エナジーロックシードを部外者に奪われても転用されることはありません。じゃあゲネシスドライバーごと入手しないとダメなのか。と言っても、アーマードライダーたちは実験としてユグドラシルから戦国ドライバーを渡されていただけなので、完成品であるゲネシスドライバーを手に入れることはできません。まあ、もう完成したんだったらわざわざ部外者にバージョンアップしたベルトを渡さないよな。はい、ゲネシスドライバーはユグドラシルの身内専用のドライバー的な立ち位置であり、イニシャライズ機能もついていません。なので、ベルトさえあれば誰でも変身が可能です。他人に奪われることは想定してないんだな。いえ、実破開発者である戦国妖魔の持つドライバー以外は、彼の意思一つで破壊可能です。さすが開発者、その辺は抜かりなかったんだぜ。さて、このエナジーロックシードで変身したアーマードライダーは共通してアームズウェポンの代わりに、こちらのソニックアローという武器を装備しています。出たぜ、仮面ライダーおなじみの弓にも剣にもなるタイプの武器だぜ。はい、両端についたクリアブルーのパーツは、アークリム、という鋭利な刃で、直接切りつけることで剣のように接近戦を行うことも可能です。エナジーロックシードをエネルギー源としており、供給可能である限り無限に矢として打ち出すことが可能で、レーザーポインターのエイミングスコープ、によりエネルギーの矢を精密に射ることができます。レーザーポインターがついてるのか、狙いが定めやすいぜ。なお、射撃を頭上に放つと矢が果実型のエネルギーとなり、そこからエネルギーの矢が放射状に放たれ複数の標的に同時に攻撃を当てることも可能です。マルチロックもできちゃうのか。必殺技はソニックボレー。ソニックアローにメロンエナジーロックシードを装着して発動します。強化された矢を放ち相手を消滅させることが可能です。また、強力な斬撃を放つパターンもあります。撃ってよし、切ってよしの万能武装だぜ。さて、この残月、シンですが、もともと強いタカトラが変身したこともあって基本的に1対1では負けなしです。そりゃまあ、そうだろうな。さらに言えば、同じゲネシスドライバーで変身した他のメンバーから奇襲を受けても、2人までなら裁けました。いや奇襲かつ数の有利も取らないと勝てないって、やっぱりタカトラはすごい強いんだぜ。ですがそんな強いタカトラであっても、自分以外全員敵という状況ではさすがに対応できず、谷底へ落下してしまいました。ああ、前の残月の動画で言ってた、どう考えても落下死するところを生存ってここの話だったのか。その後はタカトラのゲネシスドライバーとメロンエナジーロックシードを三つ羽が回収し、残月、シンに変身することになります。あれ？有限の出番終了なのか。はい、ヨモツヘグリアームズになるまではずっと残月、シンを使っていました。じゃあ兄弟揃って、強化フォームは残月、シンだったということなんだな。そういうことになりますね。因果なもんだぜ。因果といえば実は生きていたタカトラが残月に変身し、残月 VS 残月、シンの兄弟対決が実現しました。これも前の残月の動画で言ってたところか。はい。
その時も述べましたが弟に手をかけられないという甘さゆえ、最後は負けてしまうのですが、次世代型の残月、シンに対して劣勢どころか優勢に立ち回っていたので、やっぱりタカトラは強いなと主張していた時に感じていましたね。そういえばその対決の後にヨモツヘブリを使うってことは、ゲネシスドライバーはどうなったんだぜ。その後のタイミングで戦国龍馬がキルプロセスを作動させたので、ゲネシスドライバーは多分壊れていますね。自分以外のゲネシスドライバーは全部壊したのか。じゃあ今後は残月、神は出られないのか。一応映画ではとある方法でゲネシスドライバーを入手し、再度残月、神に変身していますね。へえ、一体どんな方法だったんだ。それは映画のお楽しみということで、さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それではまた次回。